清高杉山ジャイブ。
というわけで、こんばんは。1年ぶりのご無沙汰でございました、カシオペアの向井実です。あ、このちょっと邪魔だから、さて、ミュージックパーティー、今回はですね、数えて3回目になったんですけれども、まあイントロと言いましょうか、オープニングまたまた凝ってみました、今日はですね、音楽的に言えば音のドミノ倒しというですね、16分音符ずつずれる技なんかをですね、ゲストの皆さんと一緒にやってきたわけでございますけれども、約1年ぶりでございますから、いろんなことがございました。ベルリンの壁がなくなり、秋山さんがね、宇宙へ行ったと、あれ見ましたよ、私。ありましたね。イカ天も終わりましたね。イカ天も終わりました。1年間いろいろありましたけど、今皆さんご覧になっていますですね、このテレビの世界も随分変わりましてですね、今ちょっとこうサイズ的にはですね、こう上と下に黒いのが入っちゃってるんですけどね、これは実はですね、今日の収録をですね、ハイビジョン方式というですね、新しい収録方法、カメラをですね、全部ハイビジョンのカメラを使いましてですね、比率が16対9とかいう比率ですかね、ちょっと正しいことはよくわからないんですけど、まあ一つ効果的に言えばですね、非常に繊細な細かい、この何ですかね、画像が撮れる、幅が広い、絵が綺麗、もういろんなものがございましてですね、もう本当に映画館で見る、あの大きなスクリーンで見る映画と同じような非常にレゾリューションのすごい細かい、そういった絵でですね、今日はお送りしようということでございます。もちろんですね、皆さん見ている受像機の方が普通のテレビなので、若干その辺で違いが出てまいりますね。このように上下に黒いものが入っているというわけでございます。受像機自体はまだ今300万円ぐらいするということでございますですね、ほとんど持ってないと思うんですけど、持ってないですよ ね、まあ、そのうちですね、これから世の中に普及していけば、この番組はですね、先駆け番組、もうハイビジョンということでですね、いろんな調整も必要でしょう。ビーズの方も凝りました。いろいろなものが飛んでまいります。もう我々レーザー光線を避けながらハイビジョンの撮影の中で盛り上がっていってみたいと。それではですね、お時間いっぱい、今日はまたパーティーという形ですね、ミュージックパーティー3、皆さんと一緒に盛り上がっていってみたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。おいえ、というわけで、このミュージックパーティー、今回で3回目というわけでございましてですね、まあ、本当に皆様方にも楽しんでいただきたいわけでございますが、どういうわけか、このやっている我々出演者の方がですね、盛り上がってしまうというですね、そのような趣向でですね、この番組続けているわけでございますがですね、まあ今回はですね、セットの方も凝っておりましてですね、屋外セット初めてですね。セットなのこれ？これビルだ。最初からできてる。まああのまあいいじゃないですか。この3回目ということでございましてですね、1回目のこの番組のゲストは久保田俊信さんね、そしてサックスの時秀弘さんです。2度目はですね、女性ボーカルのアンリさんと、それからオルケスタデラルスと、そして今回3回目のまずボーカルのゲスト、この方です。ご紹介いたしましょう。杉山清隆さんです。どうも。杉山さんとカシオペア初めてです。初めてです。はい、でもこの何回かのリハーサルを乗り越えて結構盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。さて、ここで杉山さんの話をまた後ほどお聞きするということでですね、野呂さんに今回のメニューをですね、紹介していただきましょう。はい、杉山さんとカシオペア、はい、両方ともね、新譜を出すんですよね。そうですね。それで、まあ、その紹介というかね、本邦初公開の新曲をお互いにやろうと、うん、それから2番目にですね、今日のテーマはですね、挑戦というテーマなんで、出演者全員が何か一つ挑戦していただこうと、先ほどね、あの杉山さんにはラップという挑戦をやっていただきましたけどね、日本語ラップでしたね。いや、自分の歌詞でも分かんなくなっちゃいますよね。かっこいいよね。まあ我々もなんかすごいのやっちゃいましてね、これは放送いいのかな。いいんですよ。まあ一つあのドキュメンタリーみたいな感じでね、見ていただきたいと思うんですけども、そして次はですね、杉山さんの名曲をですね、カシオペアがアレンジしてどうなるかと、それから音楽がねオーバーダビングっていうのよくありますけども、これを映像の方でオーバーダビングというのをね、やっていただきましょう。それはですね、我々ミュージシャンがどんどん増えていったり、パッと消えたり、まあそんなことが起こるんじゃないかと思いますけども、お楽しみに。そして最後はですね、ミュージックパーティー恒例の全員の合同演奏。合同演奏。合同演奏。古いですね。行ってみたいと思います。ありがとうございます。素晴らしいね。長いですね。長かった今。まああのちょっと先ほど出ましたけどね、この時期非常にこの新譜が多いんですね。でまあそこでですね、我々カシオペアも、この間ちょっと出したんですね、アルバムを、はい、フルカラーズどこですか、これです、それからですね、杉山清隆さんも、はい、アルバムをね、そうです、はい、これはあのタイトルが、ムーンセット、ね、これも発売されたばかりですよ、6月12日。今度このアルバムのことをお聞きしたいんですけれども、はい、なんかもうこれすごい僕ね羨ましいなと思ったんだけど、杉山さんの場合はね、
レコーディングのデモテープはハワイの自宅で作るんだって。え、自宅はハワイなの？そうです、日本に自宅がないんです。あれ本当、ええ、日本にいる時は？日本にいる時は仮宿です。まあすごいわね、はい、アメリカ人？いやいや日本人です。比べて私たちは、はい、カシオペアも実は、ええ、海外レコーディングだったんですよ。だったんですよね、予定はね。ロンドンだった。ロンドン。そうそう。でも湾岸戦争の煽りを受けて、急遽、ね、行けなくなっちゃって。行けない。さて、話がどんどん盛り上がってまいりましたけれども、ここでですね、いきなり曲の方に行ってよろしいんでしょうか。声聞くとなんか臨場感出ますよね。曲の方に行ってよろしいんでしょうか。溶け出すホライズン、風
ところで、杉山さんは曲作ったりするときっていうの、はい、楽器は何で？楽器は、まあ、キーボードかギターか入れ替えてやってますけど、うん、あどっちが比重としては？比重としてはギターの方が多いんですけども、今回のアルバムはどっちかというとキーボードの方が多かったですね、コードを弾きながら歌ってって感じ。そうです、そうですか。ちょうどいいところ。ギターがありますよ。これ誰のギターですか？僕のギターに似てますね。あ、そうですね。無茶な持ってきた。バナナ食べちゃう。そうですか。じゃあちょっとね、杉山さんにですね、このギターを使って、その作曲風景を再現していただいたらどうだろう。ここで拒んでもなんかわざとらしいですよね。そうですね、はい、拒んだらこれがある意味がない。そうですね、はい、だいたいいつもキーボードで作りますよね。でギターで作る時も、まあ、ある程度メロディーが浮かんでるんですよね、頭の中に。でもこのムーンセットってアルバムのあれタイトル曲なんですけどいやあタイトル曲なんですけども、あれねギターのなんかでこういうフレーズからこうそこからなんか出てきてずっとこれ10分ぐらい一人で弾いてるんですよね。それでテープ回しっぱなしにして適当に歌ってその中で一番いいメロディーを持ってくるっていう感じなんですけど、せっかくね、そうです、持ってきていただいたからここで一発、ここで一発、歌詞を覚えてないかもしれない。テレビでやったことありますこれの？ないです。すごい、さすがに金曜スペシャルね。この、何でもこのゲストの人にやってもらっちゃうという、はい、ね、覚えてるところだけ歌詞をね、まあ、もしあれでしたらカットもしますし、はい、屋上で弾き語りに挑戦。青春ですね。もう何も言わなくていい、傷ついた愛の過去ならその全て受け止められる。今の君が大切だから自分を責めてた。長い夜を今夜見送ろう。月の雫が二つの影を洗い流してく。結構なんかシンプルな、ね、インストバンドとしてはやっぱりこういうのを 見ちゃうと。そうですね。でも私はカラオケがありますからね。まあそれはそれとしてです、ね、ありがとうございます。いやいや、とんでもない。これはじゃあこれもバッチリ放送しちゃいましょう。これは ねさて、はい、話題が変わりまして、本日このミュージックパーティー第3回目でございますけれども、まあいつもですね、はい、もうゲストの方いっぱい来ていただいてるんです、はい、ね、前回も前々回も、そして今回はですね、もうこれもこのこういう思考は初めてですね。珍しいパターン、ね、珍しいパターン、ね、このパーティーをもうこれ絶対盛り上げてくれるだろうと、うん、もう確信を持ってご紹介したいグループ、うん、男性、これコーラスグループという男、うん、と紹介してよろしいんではないかと思いますけど、ジャイブの皆さんです、どうぞ。Now we tell the story of Honey Bee。 うまい、かっこいいやないか。どうぞ、あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、これましょう。セルフサービスよね、これ、はい、はい、というわけでですね、それでは早速でございますけど、テレビを見てる皆さんですね、お一人ずつ、はい、自己紹介をしていただこうと。わかりました、はい、私がリーダーの宮下です。宮下します。高橋です。で作曲も少々してます。少々ジャイブの中では一応うなずきくんと呼ばれております。無口な内海です。喋るじゃん。前田克美です、よろしくお願いします。そうですね、ライブの時に客のつかみをやってます。客をつかむ。そういえばね、一番今日の番組のオープニングでは杉山さん、あ、はい、
かなり影響されませんでした、あのラップのところは。ラップって俺初めてやったんですけど、ね、初めてですよ、うん、私は8ビートしかやったことないです。16ビート気持ちいいもんでしょ。いや今日追い立てまくられちゃった。いろんなことやらされちゃって、困った。芸能生活長かったんですけど、そんなことない。僕ね、コーラスってすっごく苦手なんです。あのやっぱずっとソロで歌ってたから、うん、歌になっちゃうんですよ、ソロの、コーラスに溶け込もうと思うと、どんどん自分で身を引いてしまって、確かに協調性があんまりないんですよ。修学旅行にあんまり一緒に行かせたら、写真の外に丸い欠席しちゃう。割とするとありますね。ジャイブの皆さんはですね、はい、もうちょっと先ですけど、7月25日にシングル、はい、出ます、うん、もうすぐ発売でございますから、この辺でプロモーション VTR を、うん、ジャイブの皆さんですね、みんなで見ていただこうかと。あ、プロモーション V ですか。いや、あの実はですね、あのデビュー時にプロモーションビデオって作ったんですけど、うん、それ以来ね作ってないんです。ない。で今回もちょっとレコード会社ちょっと変わりまして、ない。それでない。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 あのだからね、あの作ったんですよ。実を言うと、うん、あのこの番組のためにっていうか、この番組の中で、ええ、あのレコード会社にも負担かけられないんで、うん、この番組のちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、レコード会社に負担かけない、それわかるよ。それ誰に負担かけたの。レコード会社に負担かけたの。おいおいおい、ポンピーだ。あ、違う、開けない、顔拭いちゃっていけないんだよな。まあいいや、はいはい、スタッフの人がこの番組の、うん、あのもう作りましょうって言ってくださったんで、太っ腹だね、ええ、じゃあそれはそのジャイブの皆さんが自分たちで考えてやられたんですか。構成、うちの前田が、私が構成を担当しました。ガムは、それでですね、まあいろいろ4人で役割を、まあ、決めたんですけども、演技指導、ちょっと演技指導が臭すぎて演技指導拒否の拒否罪ってのは全然ダメそうで、あとまあ小道具とかいろいろ、大道具さんは、大道具さんはいろいろやっていただきました。はい、これちょっと見物ですね。そうですね。それではそのジャイプの作品をですね、はい、次のところで見ていただきましょう。どうぞ。密かにあったあの日の二人、叶わぬ恋と知ってても、仕草の裏に隠されている言葉の意味が重すぎて、時が戻せたならば、愛し合うことさえも思いのままに、二度と会うのやめにしようと心を抑えて、さよならを、夜が明けてゆく別れの時が来る、苦しいほどにあなたは私抱きしめる、抱きしめる、抱きしめる、二度と会うのはやめにしようと心を抑えて、さよならを、時が戻せたならば、愛し合うことさえ
演技指導演技指導アダルトなだいぶあの二の線で押しまくってるので、はい、本当はこうなんですあれどのぐらいかかりました3時間3時間普通ねあの有名な人だと何億とかかけたりとかするでしょ、うんうん、3時間制作したら制作たら倉庫も借りた回ってる少々杉山さんにお待ちいただいて次のコーナーですね、はい、今度はですね挑戦っていうことですねその画面上にいろいろなジャイブの皆さんがいたり、ね、カシオペアのメンバーがいたりってことをやってしまおうと、ねはい、そういう挑戦なんですでカシオペアはなおかつその通常の演奏の他に情けない格好してねちょっと笑えるのが出てますけどねそんな胸張って言いましょうよそれでは曲ちょっと昔のカシオペアのナンバーですけれどもノリノリのナンバーノリノリのナンバー人間が増えるワカメちゃんダズリI'm a fighter.
さて、まあ我々今こうやってパーカッションに挑戦したわけでございますけどね、ちょっとさっき聞いたんですけど、みんな昔ギター、はい、ギターやってましたね。宮本さんはキーボードもできる。まあそうですね、はい、カシオペアの皆さんはどうですか、楽器。ドラさんドラムでね、やっぱ好きなの。ドラムうまいよね。ドラムはね、あとはベースもギターに近いから、なんとなく弾ける、まあ、ギターは、それからちょっと触ったね、ギターぐらいだな。ギター、うん、ドラムだけどね。ドラムだけ、うん、木山さん、久しぶりだからもっと大きな声久々の発言ですよね。はい、木山さんはえなんかドラム以外はドラム以外はね、ないドラム以外はないない、ないです。残念だな、それは。うん、それだけでございましてですね、カシオペアの挑戦コーナーはこれはです、これも笑い、これは笑える、情けない、これもう情けないぐらい笑えると思う。何やん、いやこれはちょっと見てのお楽しみ、見てのカシオペアもなんかこう挑戦しなきゃならないっていうね、この番組の趣旨の中で、ね、ならなきゃならないっていうか、なんかやりたいことってないかな、普段とは絶対違うもんってこと、うん、そうだ、じゃあ例えば浅草のサンバカーニバルと普段花かなと思って誰か、もうちょっと古いかもしれないけど、古典かなんかでさ、うん、いきなりこうバンド演奏しちゃって、変わったとこでやるんだったら、あとはほら幼稚園とかさ、動物園とかさ、動物園のない猿山に向かって、そうそうそう、猿山に向かってどういう危ない危ない、ただのバンドマンじゃないかそれパートを変えてやる、パートを変える、なんか違うパートやんだよ、違うパートでパート交換してカシオペアの曲があるわけ、弦楽器の人は弦楽器というわけで、楽器持ち替え案に落ち着きましたが、誰が何を担当するかメンバー全員で大揉め、キーボードでしょ、ベースでしょ、ギター、どうにか決定いたしました。だから挑戦であることは間違いないけどね、だからこれはもうどうせだから、ヘタオピアって名前にして、ヘタオピア、ヘタオピア、曲、曲どうする、朝焼けぐらいかね、朝焼けか、だけどやっぱやんだったらさ、あの場所があるね、人が見てる前じゃなきゃ面白くない、まさかやばいよ、若いな、じゃあ今度のあのあれファンクラブの集いやな、一回ちゃんと教えっこした方がいいね、うん、ヘタオピア、ヘタオピアの期待しててね、胸焼け焼け焼け、ファンコーラス1分15秒ぐらいかな、よし行ってみよう、よし、じゃあ皆さんこれをですね、おはようございます、今日も練習ですか、そうなんだよ、今日が初めてのお歌合わせ、挨拶だけはとっても元気です、本当にうまくいくんでしょうかね、よし、入るぞ、なんとナルチョが市販のカシオペアのコピー譜を購入、自宅で演習をしてきたということです。檜山、これ読まなきゃお一世だろ、痛そう、それ知らないよ、これどう見てもどうだよな、そうだよね、お兄さんかもしれないへえー、こんなことやってんだもうほとんどアマチュアバンドのノリですね、用意はいいかいお兄ちゃん、はい、キーボーちょっとさ、お互いにさ、教え合わないと、ね、教えなきゃいけないアイディアとしては、今さあ、チャー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 の最後で踏んじゃうんだよ、あおう、これをちょっとペダルの活用法ね、そうそうそう、本当に納得したのかな、そうです、もう忘れたダメだ、檜山くんメロディーなんだよ、あ、そうか、フィルイン練習中のナルチョ、いつまでこれやるんだ、全然違うじゃないか、違うチョッパーすると他の弦に当たっちゃうんだよね、それは、そして私はチョッパーを教えてもらいました、アマチュアベース諸君羨ましいだろう、違うよ、違うよ、あかんない、さすが元イカ天審査員、このさ、これをここに当てるように書いておこう、あ、なるほど、こうか、そうそう、教え合うのはいいんですけれども、何せ全員ほとんど初めて手にする楽器、メンバー全員真剣ですね、これ痛い、これは見てください、この真剣な顔、ただしこの人だけは別みたいですね、でも年にはかなわないようです、普
5日後のファンの集いに演奏しなければいけないのに本当に大丈夫なのかなこれ。せーの、本番の日がやってまいりました。私たちの気持ちとは裏腹にとってもいい天気。ちょっとね胸が疲れてますよね。指が少し硬くなってきました。よし頑張ろう。よし今日はそうだな、まあこの間のリハよりも数段上手くなってると思うな。今日の個人賞は僕だ。ファンの集いは笑いの中に進行。この後に来る地獄の企画をファンの皆さんはまだ全然知りません。とりあえず原曲の朝焼けをご披露いたしました。この後が問題のヘタオピア。皆様の前でカシオペアチャレンジ楽器持ち替えという。それでは皆さんよろしいですか。テンポの方よろしいですか。早い。そんな早くは弾けませんから。はい、早くない。はい、まずヘタオピアの胸だけ。ひどいですね。でも素晴らしいじゃないですか。素晴らしいと思うけどな。だって朝焼けって曲じゃないもんね。そう、胸焼け。胸焼けヘタオピアっていうバンドですよ。ヘタオピアの。ヘタでいいんだよ。でもすごい盛り上がりだったでしょ。すごいですね。お客さん受けましたけど。うん、お客さんだってファンクラブだからみんな。桜みたいなもんだから。音楽知らない人そんなことない。そこまで言うの。知ってるだ
けに盛り上がっちゃって、ね、もうね、もうね、それじゃ あのちょっとすいませんごめんなさいね、うちわでちょっと聞きたいんですけど、まず前に出て後ろ向いて弾いてたギタリストの、いやちょっとでもあれは前向いて弾けないよね。そうあなた一番目立つもんね、あのねイントロから。でも結構気持ちよかったよ、学芸会みたいな、うん、本当にエツに行ってたドラムはどうでした？ドラムは気持ちいいよ、やっぱ叩くっていうのは快感だよね、うん、あれはなんか他の世界に行っちゃうそんな感じするよね、どんな世界ですかね。で、ね、で続いてあの私の楽器だったんですけど、あの、はい、歯がすごい好きだった、こうやって弾いてたの。あ、そうですか。いや、歯食いしばって弾いてた。なんていうの、ほらギターってさ、あの同じ音出るとこいっぱいあるじゃない、で、あの、同じ形、1個覚えると、うん、全部同じ形で弾けちゃうってなってね、で、キーボードってさ、白黒はっきりさせてよみたいな。うまいね。僕のベースはどうだった？よかった、うん、つまみなそう、ペン笑い、ショップができないからピッピッってでもいいね、つまみ、あれは気持ちいいわ。まあ、あんまり人前でできるって芸じゃないと、まあ、というわけで、宴会芸でございます。はい、というわけでですね、ミュージックパーティー恒例になりました、ゲストのあの名曲、ゲストの方のあの名曲をカシオペアがアレンジするコーナーでございますけれども、今回は杉山清隆さんのナンバー、はい、風のロンリーウェイ、はい、いつ頃の曲ですか？これはですね、2、3年ほど前ですか、ね、2、3年ぐらい、そんな古くないですね。そうですね。というわけでございましてですね、今回のアレンジ担当は野呂一生さんと、はい、アレンジのですね、ポイントですね、ポイントですか、まあ、今回のポイントはですね、まあ、まずあのコードを若干いじらせていただいて、若干いじらせていただいて、若干かな、非常に覚えにくいコードがいっぱいあるんでね、皆さん大変だったと思うんですけども、譜面を見た時に初めてどんな感じしました？あのとりあえず何だか分かんなかったですね、うん、いわゆる コードのコードの絵を見てって、なんかいろんなものついてるし、なんかマイナスなんとか、そうなんですよ、知ってるコードがないでもやっぱりね、音聞いてね、気持ちよかったですよ、ね、あ、そうですか。それでは、杉山清隆さんのナンバーをカシオペア野呂一生さんのアレンジでお送りいたしましょう。風のロンリーウェイ。忘れていた
だいぶ時間が経ってまいりました。この屋外にでのこのおしゃべりっていうかね、あの雑談というか、もうだんだんこうね、外のあのビルなんかのライトも消えてきたりとかですね。ビルも随分出てきますね。ちょっと感情込めて飲みすぎかというか。というわけで、もう本当に時間の経つのも本当に早いわけでございますけれども、この番組のですね、またこれは一つのもう何て言うかね、もう必ず通らなければならない。先ほど野呂さんのご紹介もありましたが、最初の方で合同演奏合同演奏合同演奏、これ合同演奏っていうのが一番おしゃれだと思いません？そうですね、セッションっていうよりも感じ出てますよね。これも山あり谷ありでね、もう緊張の連続で、カシオペアのというかこういうアレンジの譜面初めてですよね。そうですね、率直に言っていかがでしたか？大体僕があのコーラスなんかはアレンジしてるんですけど、やっぱ意外だなって感じですね。あのリズムの使い方がすごい面白いですね。うん、パンと。パンに嫌だなって。杉山さん、難しいっすよ。どうでした？僕もあの曲は結構ね、あのカバーで歌ってましたから、うん、全然やっぱり違う曲で新鮮ですよね。うん、やっぱり8ビートしか来てなかったんで、いきなり16ビートに待ってくんだね。すごい。かくこのまあ大セッション。ね、冷たいよ。労働演奏の。ボロボロ、ボロボロじゃないよな、リハーサル風景から、行ってみたいと思います。どうぞ。この長さ。こんな長いの覚えるんですよ。本当はもっと長くするつもりだったんだけど。嘘。なんか、計算違いだよね。杉山さんのね、歌の部分は基本的にはあのレコード、オリジナルのまんまに。これ僕が全部歌うんですか？そういうことなんですか。それってボーカルの譜面なの？それ信じられない。こんなボーカルの譜面があるんだな。偉いよね。なると今回 C シャープだよ。そうだ、 C シャープマイナー。ハンカー1、2、3、4リグス。あ、違う。あ、これ違う。はい、OK。 1、2、3、4Listen to the music. Hey. Ah, 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 ah. Wow. Yeah. それではですね、ちょっとゆっくりめでやってみましょう。あのできるところまで。リズムは、リズムは。リズムはそうだな。じゃあボレロで。ボレロで。できないよ。Listen to the music.
時間もだんだんなくなってきたようなんで、それではちゃんとしたテンポで、え、もうやってんの？
ミュージックパーティー、今日は挑戦ということですね、90分お送りしてきたわけでございますけど、最後の挑戦はですね、屋外の雨の中でどれだけおしゃべりが耐えられるか、この辺の衣装なんか濡れるともう二度と使えなくなるんじゃないかと、いけいけ、皆さんはですね気にされておりますけども、端的に杉山さん、今日の番組出てどうでした？いやもう本当に楽しませてもらいます。挑戦でした。ここまでするかという、いやそうですね、高かったんですけどね。ジャイブの皆さんはこういう番組どうですか？いやもう本当初めてで、やっぱ音楽番組中の音楽番組って感じですよね。ありがとうございますね。それをですね、もう本当にね、もう本当モットーとしてですやってるんですけど、まあ年に1回ぐらいしかないですからね。早く巻いてよ。ジャイブさんともやりたかったんですよ。好きになりましたね。じゃあナルちゃんどうでした？よかった、楽しかった。はい。キャッピーは、ヒヤマ君は楽しかったね。ノロさん、雨降ってるでしょ。まあいいや。というわけでですね、今日のミュージックパーティー、もう本当に番組の最後はですね、何か音楽的なもので締めようと思ったんですけれども、この雨で水に流れてしまいました。うまい、うまいな。というわけで、また皆様のお茶の間にこういった非常に重いというか軽いというか盛り上がる音楽番組を皆さんいっぱい提供してみたいと思っております。それでは本当に今日は最後までどうもありがとうございます。そして皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。帰ろう帰ろう。お前もでもマイク、これ必ず何かあるんだよねこの番組って。大丈夫ですか、もう。We'll be right back.